谷さん、はじめまして。パナソニックトイレ担当の福永と申します。本日は、整理収納アドバイザーとして、暮らしだったり、家事について考えられている水谷妙子さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。はじめまして。本日はよろしくお願いいたします。私はですね、普段整理収納アドバイザーといって、お片付けにお困りのお客様のお家に訪問して、いろいろとアドバイスをさせていただいたりとか、あとは、いけない方々に向けて、インスタグラムとかで情報発信をさせていただいております。私自身が、8歳と5歳と3歳の3人の子供を持つ母親であります。で、8歳の子供を出産した時に産後ノイローゼになってしまってですね、その時にもういろいろなことをこう手放していかないとお家が回っていかないよっていうことに気がついて、それでまあ家事も育児も夫とシェアをして、なるべくこう風通しのいいお家作りをしようと思って、それを実践して今に至っております。我が家は8歳と5歳と3歳と3人子供がいるんですけれども、やっぱり5人が1つのトイレを使うっていうことで、どうしても混雑してしまってですね、で1つにこう汚れが集中してしまうっていうのがやっぱり悩み事です。で使う人がそれだけ多いっていうことは、それだけこう汚れも蓄積していってしまうんですよね。で特に昨年のね、みんながこう在宅するっていう時はもう本当にトイレが汚れて汚れてですね、普段お家の、ね、外で働いている人も、保育園とか小学校に行っている人も全部、お家の中でトイレで用を済ますっていうことで、ものすごくトイレ掃除が、大変だったんですよね。例えばそのご家族の中で何かこうトイレでこう皆さんでルールになっていることとかってあったりしますでしょうか？なるべく奥に座って用を足すことっていうふうにみんなで言っているんですね。そうですね、前の方に座ってしまうと確かにちょっとこぼれてしまうみたいなことがあるかと、ね、思います。他にですね、例えば先ほどは在宅期間が増えてというようなお話もあったんですけども、そういった時にこうトイレの使い方で変わったこととか、そういったことってありましたでしょうか？ですね、やっぱりこう衛生面がすごく気になり始めて、トイレは蓋を閉めて流しましょうっていうことを、今までもなるべくこう気をつけて子供には伝えてはいたつもりなんですけれども、なるべくこう口酸っぱくトイレ閉めて流してねっていうようなことは口を酸っぱく言うようにしてますね。まずですね、洗うのの最大の特徴としましては、泡でしっかり便器の中を流すというところになります。こういった形でですね、水がぐるぐるぐるっと流れながら泡が出てきて、トイレの中をしっかりと洗ってくれます。これでですね、便器の中にある汚物ですとか、おしっこの飛んだものとか、そういったものをしっかりと流す機能がまずございます。こちら多分このトリプル汚れガードがおそらく水谷さんのお家ではすごく役立つんじゃないかなというふうにお話伺って思いました。とこちら3つの汚れをガードするという内容なんですけども、先ほどありました泡を実は使って、ガードしてくれます。まず1つ目なんですけども、こういった形でですね、トイレの中に泡があることによって、立っておしっこをした時にこう飛び跳ねをしないように防いでくれるという機能があります。どうですか、お子さんたちは立ってされてますか、座ってされてますか？何パターンかあって、はい、立ってする時もあるし座ってする時もあるし、はい、いろいろなんですよね。気分によって変わってくるんですかね。そうなんです。なのですごくこう泡でこう飛び跳ねが防止できるっていうのはすごく魅力的ですね。もう2つですねありまして、垂れガードと漏れガードというガードがついております。実はですね、ここにおしっこが落ちますと、この前の方にですねだらーっと垂れてしまう原因になるんですよね。で、これがまた匂いの原因とかになるんですけども、そういったところを防ぐためにちょっと立ち上がりがある
というところも洗うのの特徴になっていまして、まあ、外にできるだけ こぼさないように作られています。でもう一つですね、先ほど水谷さんがご家族の中でできるだけ後ろに座ってやりましょうといったところにもなるんですけども、結構前の方で座ってやってしまうとおしっこしてしまいますと、実は普通のトイレだとここに隙間ができてしまってまして、便座と便器のところにこう隙間ができてしまって、ここからおしっこが飛び出てしまうみたいなことが結構あるんですけども、これをですね、先ほどのこの立ち上がりと便座側にもちょっとこういった出っ張りがありまして、ここの環合によっておしっこが出ないようにしているっていうところが、この漏れガードという機能になります。なんかどうして便座の前が汚れるんだろうってずっと不思議だったんですよね。なんでこんなところが汚れるんだろうっていうことを思ってたんですけど、普通のじゃあ便座はそこのガードがちょっと緩いというか甘いっていう感じなんですね。そうですね、ここにちょっと隙間ができてしまっているので、どうしても入り込んでしまうっていうところですね。何かこうちょっと普段見るトイレと違うなって思われるところありますか？なんかつなぎ目がない。ありがとうございます。そうです、つなぎ目が、まあ、右下にちょっとこうあるんですけども、答えがこういった形で陶器ですと下が陶器で上は機能部と呼ばれる温水洗浄便座の樹脂で作られているものになりますので、どうしても隙間が出てしまうんですね。まあ、そこをですね洗うのですと、まあ、同じ素材で一体に成形できるというところも大きな特徴になっております。まあ、こういったところもですね、お掃除の面ではすごく楽になるんじゃないかなと思っております。はい、楽しみですね、これはね。こちらですね、クローズ洗浄モードといいまして、まあ、着座して離れると蓋が閉まってから自動で流れるという、蓋が閉まるところもしっかり自動でやってくれるという機能になります。こう蓋も閉めずにお子さんに蓋閉めてねって言わなくてもちゃんと流してくれるっていう機能になってますので、ぜひ使っていただきたいなと思います。なんかどうしてもこう口酸っぱくね、イライラしてしまいがちなんですけれども、もう自動でやってくれるとね、非常に助かるななんて思いました。いろいろここまで洗うのについて機能等を紹介させていただいたんですけども、これからですね、水谷さんのお家洗うのになることで、ここが一番楽しみだなっていうところありますでしょうか？とにかくその泡で流すたびに掃除をしてくれるっていうところが、まず一番大きな楽しみにしてるポイントになります。あとは飛び散りみたいなのがなるべくこう軽減したいなと思っていたので、その部分を楽しみにしていますね。はい、またぜひリフォームの後お話聞かせていただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。Panasonic